かばまるです。皆さん一緒に呼んでやってください。かばちゃん、かばまる、かばまる、どうぞ。で今度伊賀のかばまるをやらせていただくことになりました。一生懸命やりたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。キリの早く、これをジャックの新人の高木純也君に決まりました。じゃあ高木君、どうぞ。今回伊賀のかばまるで先生をやらせていただくことになりました高木純也です。よろしくお願いします。新人の役、ひろゆき君です。というわけで、この3人を軸にしながら、私たちのこのかばまるは、僕も、えっちゃんも、ジャック全員が出る、実はジャックの映画なんです。東映の5番、伊賀のかばまる、よろしく。それはダメ、やめし、やめて。被災にかかる前髪に嵐の前夜の風が吹く。金玉？わぁ、ちょっと待って、我が金魚学院の金取りよ。愛しい人を抱きしめて噂になるならそれもいい。聞きたくのなら咲いてみろ、唇だけでも。うふふ、お化粧が癖になりそう。遠慮しないで歯を立てろ。イートザステイシュン、限るしかないステイシュン。いいか、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 いいか。イートザステイシュン、そんな時代に食らいつけ。かじるしかない青春は、いいか、いいか、甘いか、まるかい。イートザ青春、遠慮しないで歯を立てろ。イートザ青春、かじるしかない青春は。
私より強くなってみろ。この短者。かかる前髪に嵐の前夜の風が吹く。引きちぎるならちぎらせろ。それほど柔でもないんだよ。愛しい人を抱きしめて噂になるならそれもいい。聞きたくのなら咲いてみろ。唇だけでも離れない。ビートザ青春、遠慮しないで歯を立てろ。ビートザ青春、かじるしかない青春は。苦いか甘いか丸かじりよ。形が少しはみ出して収まりきらないこともある。押し込むのなら入れさせろ。箱まで壊してしまうだろう。キリキリ舞いのつむじ風、止むまで待ったら年を取る。吹き飛ばすなら飛ばさせろ。あの子と一緒に空を飛ぶ。ビートザ青春、おい少年、金持ってるんだろうな。ビートザ青春、かじるしかない青春は。苦いか甘いか丸かじり。
かかる前髪に嵐の前夜の風が吹く引きちぎるならちぎらせろそれほどやわでもないんだよ愛しい人を抱きしめて噂になるならそれもいい聞きたくのなら抱いてみろちぎるだけでも離れないビートザ青春遠慮しないで立てろビートザ青春借りるしかない青春は苦いか甘いか丸かキンタマ？なんというはしたない！我が金玉学院の名を恥ずかしめたる者は断じて容赦いたしません。さよう、院長先生のおっしゃる通りです。しかし院長先生、毛利一区のホステスのアルバイトをしたのは運動部の費用を稼ぐためなんです。そうです。学院からのわずかな補助金だけではとてもクラブ活動はやっていけません。ねえ、おばあさま？じゃない、院長先生。一区の退学処分だけは取りやめてください。なりません。いくら孫のお前の頼みでも、これは学院における風紀の問題です。それでなくてもね、あの毛利一区の素行には問題がある。先日も、他校の生徒と街頭でキスをしたとかしない。キス、教祖。は、つまり、この、切腹ですな。切腹あら、ま、つまりあの、口づけ、いやあの、つまりあの、ベーゼですか。キスぐらいよがんべえ。そう、愛しちゃっているんなら。そうよ、キスぐらい。お黙りなさい。情けない。まったくもっと本当に情けない。ひいおじい様が気づいて来られてから、代々伝わってきた。この気品あふれる名門、金玉学院、なんとハレンチなこと。その名門が、これ以上落ちぶれてもよいのでしょうか、院長先生。我が金玉は今、勉学においてもスポーツにおいても他校に大きく遅れを取り、かつての栄光は見る影もありません。これも皆、学院側の大幅な経費削減が原因です。なりません！質素を旨とし、贅沢を厳に戒める、本学院創立の精神をあなたは忘れたんですか？ミジクモロミジクモロ。そうだ。もう山ん中じゃねえんだ。よ。何者だ君は。何者って、俺は客だよ。客？客だったらなぜドアから入ってこないんだ。こともあろうにこんなところから。け、笑わせるな。忍者ともあろうもんが、戸をトントン叩いて入ってくるような、気恥ずかしい真似ができるかよ。忍者。忍者ですって？それじゃああなた。わぁ、西蔵様。待ってくれよ。サイゾは俺のじいちゃんだ。あら、ごめんなさい。でも、若い頃のサイゾ様しか知らないもんだから。まあ、それにしても、面影がサイゾ様。まあ。じっちゃんが死んだら、ここへ行くようにって言われていたんだ。それがこの間、とうとうくたばりやがってよ。ええー、くたばりやがったってあの方がお亡くなりになった。あの方、大丈夫。お嬢様、
本日の書状でございます。しつこいわね。もう500通よ。明日から捨ててちょうだい。わかったわね、ヤギ。はい。おみゃ、ヤギか。はい。当家の羊でございます。羊？はい。羊のヤギでございます。羊のヤギ？どっちなんだ？羊かヤギか、はっきりしろ。は？ユーモアのセンスのあるところ、太蔵様そっくり。残しておきなさい。ラブレター女の勲章よ。私など若い自分は、ラブレターでいつもお風呂を沸かしていたものです。でもおばあ様、あの王玉学院の前島って、すごいんですもの。王玉の前島？世界の黒幕と言われる前島豪造の息子ですな。暴力団も傘下に収めているという噂です。お気をつけください。カバ丸くん、さあ、遠慮なくたくさん召し上がれ。なんで食わねえんだ。おばあ様、ま、いやいや、あの野蛮人と一緒に暮らすなんて。それに比べて、しずめ様のあの静かな物待ち、一滴の瞳。ああ、せめてこの中の一通が、しずね様のものであった。キス、キス、キス。くそ、腹の立つ。私の娘の頃にはね、キスをおろか手も握らなかったのに。今じゃ、15や16の放たれ娘がキスを。様、私の太蔵様、どうしてキスをしてくれなかったの？太蔵様。に会ったら、おばあ様のおっしゃる通り、明るく微笑んであげなくちゃ。話すのが寂しいんだわ。よう、大熊井。おばあ様！本日のスケジュールを申し上げます。いやいや、あんまりも！もう、どうしたの、舞。お食事はもうしばらくお待ちください。あの、どうしたわけか、ご飯ご質ごと見えなくなって、今急いで炊き直しておりますから。そいつは助かった。食い足りねえって思ってたとこだ。嘘！おっ！
やーお、エビフライだねえ。お、大久保まゆ、なんだ、そこの席だったのか。よっ、こうやって一席よっと。じゃあ俺、隣の席。なんか、あたしやめてよ。さっきから見てるやつてめえよ、態度が不変だよ。大久保まゆはな、我が金玉学院のお前、マスコットなんだ。新入りなら、ちゃんと挨拶してもらおうか。こんにちは。バカ野郎、金玉運動部の地獄の仕掛けを受けてみろって言ってんだよ。ほら、来るわ。ほら、なんとか言ってくれよ。全然漏らすなよ、ほら、から。どうしたそのまま放課後まで頑張っていられたら、金玉の生徒として認めてやるぜ。そうそう。引っ張れ。はい。黙ってるけど何とか言ってくれよ。あの野郎答えてねえよ。おー、ありがとう。今に目を上げるさ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。おい。負けながらや。ほら、どうした？もういっちゃせーれー。どうだ、参ったか。何とか言ってみろよ。気分はどうなんだ？せーれー。どうだ、どうだ。よっ。カメラ、何やるつもりだよ。ほら、何頑張ってんだ。何やるつもりですかね。さあ、ら、何だお前。あら、何なんだ、あの野郎。よっ、かあ。伊賀忍法縄抜けの術。ウォッチ。ま、なんて格好？いやらしいふんどしてなんて。でもいいじゃない？男らしくって。見た？ものすごい早技だ。超うるさいし。彼こそ我が金魚学院のシンボルよ。あ、シンボル！どうかしたの？カバマルくんだ。あんた見たことある？そりゃいつも見てるわ。いつもですって。同じ家に住んでるね、その。大きいのね、顔に似て。そう、太いのあいつ。何のためにお前を番長格にしてやったと思っているのだ。恥を知れ、恥を。もうそのくらい見なさい。カバマルは私に任せてくださいませ。君があの山猿。はい、私がキャスト。わかった。任せよ。そうか。あんたがカバマルか。学院でいいとこ見せたんだってな。
できたできた。じゃ、くゆくゆ。ただそう、すとめ見たかったなぁ。いやぁ、隠さなくてもいいのに。でもまあ、ほんとに、斎蔵さんそっくりじゃ。へぇ、実は知ってんの？いやんだ、知ってるのなんて、私の初恋の人。頑張れよ、大久保舞。だらしがねえな。俺が仇を取ってやる。やめてカバマル君。いいからいいから。私が手ほどきして差し上げてもよろしくてよ。テニスだけでなく、遅れている勉学の方も。なんだお前は。布草さんよ。テニス部のキャプテンと生徒会長を務めておられる。野々草香織です。野草香織？なんつうこと言うの？ひどい。そうよ。失礼だわ。のぐさだなんて。いくらなんでものぐさだなんてあんまりよ。カールさんをのぐさだなんてののぐさよ。それをのぐさだなんて。カールさんをのぐさなんてじゃないわ。マイさん、もうよろしくてよ。のぐさカール、これはいいや。マイさんだね、これは。どうしました？大久保さん。いえ、ちょっとカバマル君が。伊賀野君が？何か？あんまり野蛮で、礼儀知らずなもんで、急に悲しくなって。シズネ様、あの人と同じ屋根の下で暮らしているからといって、決して私を、あの人と同じような人間と思わないでください。いえ、伊賀野君は素晴らしい人間です。あの天衣無縫さこそ、文明に汚染される前の人間本来の姿。よければ、友人になってほしいと思っています。そんな信じられませんわ。なんだなんだ、大久保前にちょっかいかけようってのがってね。何言うの？伊賀野君、君と話し合いたいんだ。ちょっと歩かないか。ちっ、なんだお前なんかと。もったいねえなぁ。何しろ、お前。誰にそんなこと思わんの。バロ、じっちゃんじゃるめし、妙なもん振り回してどういうつもりで。
すまん。ちょっと試してみただけだ。君のような人間を探していたのだ。どうしても欲しい。欲しいったって、俺はそっちの気はねえんだ。いや、つまりだね。私の手足になって働いて欲しいと言ってるんだ。なんで俺が手だの足だのなんなきゃならねえんだ。てめえちゃんと日本ずつ自分の持ってるじゃねえか。そうじゃないんだ、伊賀野くん。つまりだね。わからんかな。えぇ、しずめ。兄さんたち。しずめ。さあ、召し上がれ。しずねは由緒ある我が目白家の末っ子で、女の子のように育てられたんだ。変わり者だろう。私たち、ノーマルな常識人とは、ちょっと違うのよね。なんて可愛らしい。ダイナミックね。こういうそやなタイプ好みよ。不潔！うん、伊賀野くん、よーく聞いてくれ。我が金玉は長年、宿敵王玉学院との間で、関東の高校生の裏組織、諸星連盟の主導権争いを続けてきた。しかしいよいよ、決着をつける時が来たのだ。協議の結果、各校5人ずつ代表を出し、剣道の試合で雌雄を決し、勝った方が裏組織の実権を握ることになった。それで、君に我が子5人の切り札になってもらいたいのだ。俺がか。どうだ、やってくれるか。話によっちゃ考えてやってもいいぜ。何が望みだ。金出せるか。金か。金？いくらだ？焼きそば10杯分。いいとも、いいとも。50杯でも100杯でも。100杯？よし、引き受けた。金玉学院の諸君、よく来てくれました。いよいよ、雌雄を決する時が来たわね。望むところだ。勝負は、5対5の勝ち抜き戦。正々堂々戦おう。無論。時間制限はなし。いずれかが、完全に打ちのめされるまで続けます。それでは、始めよう。カバマルがまだ来てませんで。何？あの野郎、肝心な時に。どうすんすか？やはり焼きそばだよ、先に渡したのがまずかったか。
どうした？メンバーが揃わんのか？かまわん。始めよう。お互いに、礼。金玉学院先鋒白川大佐。うん。宝玉学園先鋒桐野颯。はじめ！パワー！おぉ！地方藤枝明。岩野くんは何をやってるんだ。暑い。ああ、暑い。あ、カバマルくん、こんなところにみんな探してるんですよ。王玉との試合、もうとっくに始まってるはずでしょ。そんなバカな。まだ1時間もある。ああ、あの時30年前から止まってるよ。じゃあ今何時？もう1時半よ。さあ、かく。ほらほら、臭いわね、まあ、こんな汚い。ちょっと待って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 。せっかく人が太蔵さんの孫に親切にしてたら、おめえやきもち焼き邪魔しに来たな。何をおっしゃるの？昔、私に太蔵様を奪われた腹いせに、孫のカバマル君を手なずけるおつもり？何をこきやがる？こきやがる。そりゃおめえは金持ちの娘だったかなんだか知らないけど、給料じゃ私の方が一枚上だ。太蔵さん面食いだ。ほんと面食いだから、私ね、軽井沢小町って言われてましたの。何か、私ね、ミス軽井沢。あ、ブス軽井沢。黙れ、クソババクソババな、無礼者。はーい。勝負あり。あと一人。大将はどうしたんだ？いないとなると、勝負はこれまでだわね。待ちたまえ。私がお相手しよう。しずね様。え？しずね様が。しずね様が。そう。面白いわ。はやて。存分に痛みつけておやりなさい。では、支度に少々お時間を。大将、目白しずね。はじめ！ああ！ああ！
生徒という立派な本名がある。ガキの頃とは違うんだぜ、風丸。俺にだって伊賀の影丸という立派な本名がある。それにしても久しぶりだな。もう10年にもなる。早く実ちゃんは死んだぞ。そうか。実ちゃんに預けられながら勝手に逃げ出しやがって、おかげで俺一人が散々な目にあった。少しは腕が上がったかい、未熟者。修行が辛くて逃げ出したのはどこの誰だ。お前は腹ペコ、ひもじくても逃げ出せなかったくせに。うるせえ、泣き道早吉。イェイイェイ。なんだ、トトジのガババル。あのと？どうする？ガキの頃からの決着をつけるか、未熟者。よーし。来い！ど未熟者。ゴユ君、これまでのようだわね。やめなさい！今日は剣道大会です。目白君、次の対策は？修学旅行の京都。いいでしょう。だが、あくまでもあの二人のデスマッチ。またこんなもの。しずね様。しずね様に、なんていうこと。何？体育強化訓練？くだらん。そんなものは絶対に認めるわけにはいきません。王玉と比べても本校生徒の基礎体力が遅れをとっています。伊賀野くんを会長として鍛え直したいんです。いかん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 。なそやな生徒がリーダーだなんてとんでもない。ったく。どうぞ。お願いします、院長先生。伊賀野くんの並外れた能力をフルに活用したいのです。教頭先生、これはしずる様が思いつかれた提案なんですけど。そう、なかなかいいアイデアですね。もうね、健全なる精神は健全なる肉体に宿。院長先生、これはあれですね、ぜひとも認めてあげましょう。あなたどういう性格。まったく結構ですね。体育部ばっかりでなく希望者全員で参りましょう。ありがとうございます。いいアイデアだったね。院長先生、私が引率してまいります。京都、あなたは学校に残ってください。私が参ります。体育教科にぴったりの場所を思い出しました。
な揃ってますね。おや、カバマルくんは？おーい、誰か。よ、大久保舞、ちょっと手伝ってくれ。それ、あ、何よ、そんな気なにも気みっともない。命の次に大事なものさ。それにしてもどこだ、ここは。どこかで見たことがあるような気がするな。院長先生、こんな素晴らしいところで合宿をさせていただけるなんて本当にありがとうございます。何を言ってますか。我々の合宿先はあの山の、またまた山の、山の中です。こりゃ、伊賀。ばあちゃん、あれは俺が住んでいた山じゃないか。そうです、私にとって太蔵さんとの思い出深い場所。やだやだ、俺は帰る。待ってくれ、今さら君に逃げられては合宿の意味がない。さあ、案内してもらおうか。先生、待ってください。おっと、だらしねえな。俺、何をしてんですか、だらしがない。こんなのまだ序の口です。早く。いて、命の次に大事なもの、盗まれちゃ大変だからな。ほら、しっかりやろうぜ、水くもの。ほら、水で、水くものめが、しっかりやらねえかい。私のこの気持ち、シジネ様に届きますように。
なんだこりゃ。なの？前よりだと？ははーん。呼んでくださったのね。私なんか相手にしてくれないんじゃないかと。でも嬉しい。こうやってあなたのおそばにいられるだけで幸せです俺も幸せだ、大久保舞。カバマル！しずね様！しずね様！ひどい、ひどいわ、しずね様！謝るよ！は？あなたに捧げたお手紙を、どうして？あんな下品なカバザルに。手紙？何の話かな？しらばっくれて。しずね様？お夕食の時間でございますわよ。あ。女の涙に惑わされてはなりません。ほとんど嘘ですから。それ、誰のこと？どなただったかしら？たった今まで泣き落としにかかっていた方がいらっしゃったようだけど。なんだって。生徒会長だからってできんすらすんなよ！なめんじゃねえよ、ドクトカオル！大変だ。どうしたの、大魔？食い物が全部盗まれちゃった。何？腹減ったんだ。我慢なさい。だっておばあさん、もう3日間も何も食べてないんです。我慢しなさい。飽食の時代に育ったあなた方にとって、これはいい人生勉強なんです。そうです。院長先生のおっしゃる通りです。何よ、あんたの中だってなってんじゃないの。かすめ！違うのよ！ねえ、伊賀野くん。その風呂敷の中、何が入ってんの？食べ物でしょう。ねえ、伊賀野くん。仲良くしますよ。ちょっと開けて見せてくれないか？嫌なこった。こいつは誰にもやらねえ！じゃーん。あ？うわ。バーカ。持ってきたのは焼きそばだけじゃねえんだよ、この野郎。仏様でも、
気がつくうめ、ふ、ふとか、な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 、おいと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 、てめえら声出せ、おいと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 、北山くん、話してよ。もうダメだ。目がかすむよ。私ももうダメだ。食い物がなくなってから、もう5日目だぜ。もうダメ。ああ。今日こそ言う。山降りよう。誰だろうね。あ、俺の餅だろ。まさか。まふりなんかなさいましたの？カバマルに広い世の中を見せてやりたかった。そうでしたの。身寄りのないわしですので、ついあなたにすがってしまったが、申し訳ないことをしてしまった。いいえ、嬉しゅうございます。カバマル君のおかげでこんなに毎日が明るくなったことか。良い仲間がいてカバマルの幸せです。明日にでも隠しておいた食料は返してやりましょう。え、それじゃやっぱり訓練のためにはその方が良いと思いましてな。少しは食べ物のありがたさが分かったようだ。院長先生、院長先生、どちらへいらしてたんですか？真夜中のおデート。誰と？仏像が消えちゃったけど。まさか。そうよ、仏像様と忍び合い。おばあ様、気は確かなの？あの仏像お化けなのよ。いいえ、仏様よ。はあ、本当に素晴らしい夜だったわ。
坊ちゃん、明日は修学旅行で京都行きだそうだすな。え、坊ちゃんどうして涙なんか。煙が目に染みるんだよ。なるほど。あの助小林さんでもういらなくなったんですな。思い切るためにやっと燃やす決心つけたんだよ。え？じゃあまた坊ちゃん振られたんですか？学校に伊賀のカバマルってやつが返しに来たんだ。伊賀のカバマル。じゃあそれでも男ですか？悔しくないのですか？悔しい。悔しいよ、ホタテ。坊ちゃん、このホタテ貝之助にお任せください。大久保舞め、裸にひんむいて、坊ちゃんの前に土下座させます。新婚旅行の予行練習よ。気にしない気にしない。新婚旅行？なんだなそれ。決まってるじゃないか。伊賀のカバマルと妻舞、旧姓大久保舞。あんたと結婚するぐらいだったらね、動物園のカバの方がマシよ。ああ。遊んでいる場合ではないだろう。明朝、大玉の霧の早手と決着をつける。わかってるよ。叩きのめしやりゃいいんだろう。勝負は一時中断させてもらう。兄貴。もう、またスピード上げろ。静かにしなさい。どうだ。おめえら、待てよ。なんだなんだ。葬式帰りみたいな格好しやがって。俺の手下の小栗一家だ。おとなしくその小娘渡せ。冗談じゃねえ。大久保舞は俺の大事な、こんにゃくだぞ。ん？こ？こんにゃく？てめえら、こんにゃく者も知らねえのか。こんにゃく者、かばんらがなんてこと言うの？気にするなって。ずるいよ！
方向前、逃げろ。それ。うわあ、まだ逃げる。逃げる。逃げる。何の撮影だす？伊賀のカバマルです。いやあ、キンキンはやっぱりいいな。カバマルくん、ありがとう。伊賀だだす。影の軍団です。くわー、やっぱり時代劇はよろしおすな。おう、頼んだぜ。おい、助監督。はい。服部半蔵はどうした？いや、なんか、つけまつげつけてるらしいんですよね。まつげ？はい、また厚着しようか。先生、先生、はい、ヘブンスター。次のカットですけどね。そりゃね、お前ポーンと空中へ飛ぶんだ。パーン、はい、ライスター。こんな感じ。どういう感じだよ。いやいや、あー、監督、そんな感じですよ。カノの河原の世捨て人、千鳥とでも申しておきましょう。あなた、か弱き娘一人にかような狼藉。いざよいの月も笑うておりますし、それ
全部俺たちがつけたよ。遅えぞお前は。いやすんまへんの。あ、先ほどはどうも。はじめまして。ホタテ、これは。おっちゃん、申し訳ございません。安島さん、恥ずかしくないのか。生徒会長のあんたが王局の名に泥を塗るようなことをして。あ、待て、バロー。ちょっと、カバール投げで、ちょっと、おっちゃん、関東の全高校を総合した諸星連盟の頂点に立つのは音曲か金曲か、もうこの辺ではっきりケリをつけたいの。よって、勝負の方法について新提案を行いたいの。異存はあるかしら？ない。どうぞ。近代五種競技にちなんで、アクション五種競技で王座を競い、先に参勝した方が勝ち。競技の人数は？全種目、一対一。当校の代表選手は桐野颯。そちらは？もちろん、伊賀のカバマル。ここまでは、両者全く互角だわね。次は最上段、40メートルだ。
よう。カッパ丸にーにカッパ丸一二ゴールは500メートル先にある V、 そこにある風船を先に割った方が勝ち。いいこと？わかった。伊賀野君、準備は？ワッチ来い未熟者。よーし、行くぞ、短者。よーい。Thank you.
よーい。失格！決勝戦はカーロディオ。この車の上に彼らが乗って、振り落とされた方が負け。運転はあなたと私。それぞれの持ち時間は3分。いいわね。いいとも。ブレーブレー
だわ。3分。頑張ってくれ。もし最後まで落ちなければ、焼きそば千杯約束しよう。焼きそば千杯？本当か？ああ、本当だ。おーい！
お化け。お化けではありません。太蔵様は生きていたのです。でもこの方は本当の太蔵様ではありません。な、何のぼけてんだよ。この人間離れした恐ろしい姿は、じっちゃんに間違いねえやい。なあ、早くし。その通りだ。しばらくだったな、カバ丸。早吉。どうしたその顔は。死んだと思わしたのはな、お前に第二の修行をさせるためじゃ。己の顔を隠し、お前たちに忍びの厳しさと人の心を教え与えるつもりじゃったが。いいえ、お二人とも身も心も立派に成長なさいましたわ。いやいや、まだまだ未熟者じゃ。また山に釣り戻し、もう一度鍛え直してやろうと思っておる。額にかかる前髪に嵐の前夜の風が吹く。引きちぎるならちぎらせろ。それほど山でもないんだよ。愛しい人を抱きしめて噂になるならそれもいい。咲くのなら咲いてみろ。唇だけでも離れない。ミート・ザ・青春、遠慮しないで歯を立てろ。ミート・ザ・青春、かじるしかない青春は。いいかいいか甘いか丸かじり。行くものを。